はい、皆さんこんにちは、さきです。そしてヒロです。今回はダイエット中のさきちゃんと2日間同じ食事をとる、はい、ということで人気の企画なんですけれども、前回はうーちゃんの真似をする、ハルトの真似をするって来て、今度はね、ハルトくんが私の番をするという企画です。はい、今ちょうどおさきちゃんダイエット期間に入ったのですね。食事がダイエットメニューなんですよ。はい、ハルトが好きなものが多分ないって思うんですけれども、うん、まあ、その生活をしてもらおうじゃないかと、偏食のハルトくんに、野菜たっぷりの、うん、低カロリーのものとか、あの食べないじゃないですか、うん、ハルトくん、うん、食べない。でその経験をしてもらいたいと思います。はい、はい、早速朝なんですけれども、ご飯はじゃじゃーん、豚汁でーす。これだけ？はい、あ、これ具沢山なんだよね。ちょうどいいと思います。ただの味噌汁じゃないっていうね。はい、マジ具沢山ですよ、これ。用意して食べるよ、せーの、いただきます。これはママの油？ママから出したやつかな、これは。あー、まあ、何やってんのね、ボケて。しかも何、意味わかんないこと言って今まだ一回も食べてないから口の中入れなくて。おいしい。できそう2日間。無理。ちなみにどういう気が出るの？まだ決まってないですけど、何食べるか。でいつも私が大豆から食べるのはスープとサラダとか。少ない。そうですね、俺サラダ食べれないよ。じゃあ決まってる。無理。でも食べてもらわないと困るもんね、うん、これからこの人生、うんうん。あ、でもサイゼリアの小指のサラダならいっぱい食べるよ。いや、もう食わせてくれただけやんね。じゃあ、クロでさ、食べれるようにさせますわ、今日は。あ、今日はコーラ禁止です。ありがとうございました、ちょっと。はい、ごちそうさまでした。遅い、巻き込め。なんで。はい、じゃあお昼も会いましょうね。今日のメニューも楽しみにしてください、うん、はい、楽しみね。はい、マック予想する。なんでねだ。ということで、お昼ご飯です。はい、昼ご飯は豆腐そうめんとわかめスープです。はい、そうめんとじゃあわかめスープってことね。そうです。え、普通にこれは俺もいい、よくいい、いいでしょ。いい、普通にいい。狭いん。はい、ごめんなさい。できてる、こんなの。ということで普通に嬉しい。で、私は普通になんかダイエットとか関係なく、あんまりお腹空いてない時とかさっぱりしたもの食べたい時に豆腐そうめん食べるんですよ。まあ今回豆腐そうめんと、まあちょっとこれだと夜まで持たないので、わかめスープ、スープでね、はい、腹持ちを良くさせたいと思います。はい、まあ、確かにこれダイエットメニューだわ。ダイエットメニューだよね。いただきます。いただきます。そうめんだと思えば、これすっごいいいんですよ。私本当にこれいい、うん、ダイエット目的で買わなくても美味しい。好きで買ってるって感じ。好きで買ってる。じゃあいただきます。意外と多いんだね。そう、意外と多いの。朝はスープだけだったからね、ハルト。そうですね。足りない。でもあれ結構お腹にたまらなくない？ね、結構朝食べる人なんですけど、あの豚汁ね、マジで具沢山だからさ、あれだけお腹になっちゃうよね。胃が小さいって言われたいの？もう最近胃が小さくなったの。俺もなんだよね。あの夜はちゃんとしたやつにしてほしい。ちゃんとね、分かったから。マジでね、分かってるよ。スープだけとかマジで怒るの。サラダだけとかね、サラダ絶対出さないで。でもそれは別にさっきの勝手だからさ、別に合わせようっていう企画じゃなくて、さっきの食べたいものを食べるっていう企画だからさ。俺が一番嫌いだから。ハルトに差し入れされる筋はないよ。はい、ちゃんと食べてくださいよ。はい、ごちそうさまでした。はい、はい、美味しかったね。お腹いっぱいになったの？すごいいっぱい。なんかちまちま食べてたけどね。お腹いっぱいでしょ。あ、お腹いっぱいいっちゃうの、うん、お腹にはたまるんだね、やっぱり。お腹にたまるんだ、やっぱり。へぇ、次は夜ご飯ですね。はい、マジ濃い、マジ濃い。何がいいの？お寿司、焼肉。いやー、ちょっとないですね。この並びで来てそんなわけないでしょ。今までの努力何なの？じゃあ、またをやる。はい、ということで、夜ご飯はジョノさんに来ました。はい、ジョノさん来ないから。結構でも、ファミレスはダイエットメニューいっぱいある。じゃあハルト君のことも考えて、本当はサラダが良かったんですけど、こちらヘルシー赤身のローストビーフにしたいと思います。おー、良かったね。ちょっとね、サラダで苦戦するからね、ハルトは。本当サラダでお腹いっぱいにしたかったんですけど、だけどハルト君のこと考えてこちらにしたいと思います。じゃあ頼みます。ドリンクバーは？ドリンクバー、いや、水にしよう今日は。死ぬ。
ス聞いてごめんちょっと。オッケー。じゃああと。だけ。だけ？あだけじゃなくてもいいんだよ別に。さきちゃんが。なちょっと野菜サラダ以外でなんかヘルシーなやつ。オニオングラタンがいいな。やだ。ホモクで。玉ねぎ無理だもん。玉ねぎ無理。さっきって優しいのかもな、こうやって悩んじゃうなんて。ね。でもさっきは。実は言うとね、ポンコタイプ好きじゃないの。俺もオニオングラタン好きじゃないんだけど。じゃあ、ね、2個いらない。2個いらないじゃん。そこで企画が。じゃあ、頼みまーす。入ったの？はい、頼みます。はい、ということで、オニオンスープ来ました。うまそうなのか。なんかパン入ってるのこれ。じゃあ、いただきまーす。まあ、バニラいいよね。今日朝から昼から頑張ってるし。いただきまーす。チーズってヘルシーなの？チーズはね、糖質入ってないからね。いいらしい。チーズ大丈夫だよ。うまい。うまくない？チーズうまい。うん、あれ初めてのオニオングラタンスープ。ほら、ね、頼んだらうまいんですよ、これ。これだけで今日もこんなに多いと思ってなかったから。スープあるからもう結構ボリューミーじゃない。うん、チキンチーズで結構お腹いっぱい。うわぁ、サラダ麦とかサラダ麦とかできなかったのかな。これ私と同じ分量取って、はい、こんぐらいです。やぁ、はい、はいはいはい、これつけます。ガチ？やだ。いただきます。何サラダ？いただきます。あぁ、うん、うまい、おいしい。何どういうか、あと1日続くの？だ、いいじゃん、これに関しては。体が良くなるんだから、あんた、これのおかげで。私に感謝してほしいんだよ。サラダが見えちゃいけないの、これ食べるときに。いいの？ダメだよ。どんなやり方があるの？さっきのやり方でやってる、今日は。皆さん、お腹が泣いてるよ。第4。痛いよ。痛いよ。痛いよって何？でも違うやつ入ってきた。怖いよ。何されるか分かんないよ。早く食べて。はい、ということでご飯です。ご飯はじゃん、ヨーグルト、マスカット、ゆで卵です。はい、俺はこれはなんか普通のやつだと思う。俺普通だってゆで卵とマスカットとヨーグルト好きだもん。おー、よかった。じゃあ食べます。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、うまい。もっと蜂蜜かけちゃう。そこでやめときましょう。同じ量なのでね。今日はあのお昼バラバラじゃないですか。うん、なので私が LINE 送るんでこれ食べたよっていうの、じゃあ同じの、全く同じもの食べてください。はい、はい、ということですね。昼ごはん、まあ、今日はちょっとスタジオ来たんですけど、こちらスープストックの、スープストック豚肉のストロガノフです。まあ、スープはやっぱり鼻持ちいいんで、でもちょっと味噌汁とかね、もう飽きたんで、普通にちょっとスープストックでトマトのスープをあの買いました。ということでこれを食べてくださいね、ハルト君。はい、いただきます。うん、うまい。ちょっとハルトにね、これ LINE しておきますね。はい、ということでね、今からね、お昼なんですけど、なんかお酒からね、これ買ってきてって言われたものがね、そこになくて、エビのやつにしたんですよ。でもこんな感じで、色も全く同じなんですよね。まあ別にいいかなと思いますね。エビのやつ好きじゃん。うん、エビが好きなの。お前でエビね、これは。それはずるいんじゃない？怒られちゃうんじゃない？言わなきゃ悪いの。じゃあ、いただきます。はい。あー、うまい！これだけはお昼ご飯。え、それしか送られてきてない？うん。じゃあそれだけだ。次、あれだよ、最後。うん、夜で。うん、足りないから結構欲しいね。どういうの最後に来ると思う？お寿司とか肉。優しいもんね。うん、あのお姉ちゃん優しいからさ、期待して待ってよ。うん、はい、では後ほど。はい、はい、ということで、ということで夜ご飯ですね。ということで今日の夜ご飯はもうやだ、ジャパジャパン。ね、ママいる。食べたくない。野菜だっす。この下何？サラダです。あ、この下サラダ。はい、ね、お米じゃないの？お米だと思ってた。何お米？ビビンバとかじゃないのこれ？あ、この下にお米が入ってると思ったのね。そう、サラダです。これだよ。ナムルはキュウリやった。全部サラダです。キ
昨日もさ我慢して食べたのに、これはない。ごめんだけどちょっといい？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こんなの。お前、今うちら帰ってきたよね。お前さ、そりゃさきたちがいない間なんかやってるだなと思ったけど。これこんな綺麗に飲める。全部飲めろ。え？すっからかん。いつ飲んだ？ママがガチャって言った時に全部一気飲みした。帰ってくるまではこんぐらいあったんだけど、それ一気飲みして、それをさよく隠さなかったね。ねえ、なんで証拠隠滅しないの？だって残った方が良かったのに。なんとでもよくできたよね。飲もうと思ってきて我慢したの、ね。そう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 、我慢した。なんだった？入ってこいよ今から我慢してこんぐらい残したの。もう飲んじゃったことには変わりないからね。じゃあ1日追加ね。うん、どういうつもり、そんな落ち込んでるけど。どういうつもりだったの？じゃあいただきまーす。美味しそう、やばい。あ、美味しい。いただきます。えぐい、このサラダ。ちゃんと見て、砂肝しか食べてない。一口目は砂肝っていう決まりね。うん、次はレタスも。ちゃんとサラダを食べて、早く。うん、うん、いただきます。うまい。あ、うまい、うまい。いけるサラダこれ。ダメだった。うん、うん、ここ超美味しい、この店。はい、てな感じで。どうでした？うん、近くでした。なんかちょっとかわいそうになってくるけど、普通にこれなんか意地悪とかじゃなくて。意地悪。いつもこんなんじゃん、さっき。でも今回さ、食べれるようになったんじゃない？そうだね、でもなんかドレッシングによるね。サラダ？そう、サラダはね。買わず嫌いな部分もあったんじゃない？ね、だって食べてみたら意外と美味しいとかあったでしょ。豆腐そうめんとかさ、オニオン、オニオン、あれはまあまあ、ね、普通に美味しかったな。でも結構さ、腹持ちよくない？そんなにさ、お腹つかなくない？うん、そうだね。結構これで多分結構お腹いっぱいになるから、多分食べきれないよね。そうだよ、食べきれないじゃん。私結構お腹いっぱいになるんですよ。確かにな、歯ごたえあるからさ、よく噛むからね。そうそうそう、ハルトもさ、食わず嫌いとかしてないで健康なもの食べな。本当に心配になっちゃう、こんなものも食べれなくて。はいはい、これを機にね。わかりました。こうやって言ってるうちにさ、ありがたいと思いなよ、はい、もう何にもしてくれなくなっちゃうからね、はい、勝手にしとけよってなるからね、はい、それが一番辛いよ、人間にとって。はい、怒られてるうちが花よね。怒られてるうちが花だよ。放置とかされて、もうあの、おうちハルくん同じ食事シリーズ、はい、次はじゃあママかな。ママはすごいよ、大根なしになっちゃう。すごい太るよ絶対。絶滅ということで、こんな感じで終わりだと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。バイバーイ。